皆さんこんにちは私は2011年福島原発事故を当時日本の総理を務めていました菅直人でございます。今回ヘレン・カルディコとファンデーション主催の皆さんのシンポジウムにお招きをいただきましたが直接出席することが叶いませんでしたのでこのビデオで 当時のことを含めてメッセージとしてお伝えしたいとこのように思っておりますあの2011年3月11日の福島原発事故これはまず大きく言って2つの原因で起きた原発事故でありました一つは言うまでもありません我が国においても歴史的に稀に見る大きな 地震と津波それによって福島第一原発の全ての電源が喪失をするそれが第一の原因であります。しししかし実はもう一つ大きな原因がありましたそれはこうした全電源喪失あるいはこのような大きな津波ということを全く想定していなかった。そそしててれに備えての 準備ハードの面においてもソフトの面においても一切そうしたことに備えをしていなかったといういわば人為的な原因この2つの原因によって大きな事故となりました。3月11日当日当にににすでに1号機は夜には夜 地震発生後8時間程度後にはメルトダウンしメルトスルーをして格納容器の底に溶けた核燃料がたまった状態になりましたまた翌日にはその1号炉が水素爆発を起こしましたこういう形で1号炉2号炉3号炉が 水素爆発さらにはメルトダウン4号路においても水素爆発が発生したわけでありますこの福島第一原発には6基の原発と使用済み燃料を入れた7個の使用済み燃料プールがありました。また第一サイトから12キロ程度離れたところに第二サイトがありまして そちらには原発が四基、使用済み燃料プールが同じく四個存在しておりました。一時期これらの原発、さらには使用済み燃料プールがコントロール不労不能という状態になりかけたことがあります。特に三月十五日。 午前3時ごろ東電が関係者を撤退させたい避難させたいという申し出が経産大臣を通しして私にありましたもし東電関係者が撤退をすればそれらの原子炉を東電関係者に代わってコントロールするということは ほとんど不可能になっていたでしょう私は大変な危険が伴う作業であることは十分理解をしておりましたけれどもここは命の危険があっても何としてもとどまって原発の事故対応にあたってほしいそういうことを強く 当然関係者にも申しし上げ、ま、えー、まっていただきました。だきそして3月16日から、えー、自衛隊による放水の空からの使用済み燃料プールに対する放水の準備17日にはその1回目の水の投下、まあ、こういう形で、えー、原発事故に対して 対応を進めてまいりました。その中で。最悪のシナリオというものを。私自身。さらには専門家にも検討してもらいました。先ほど申し上げたように、福島第一第二。原発を合わせると。十の原発と十一の使用済み燃料プールがあります。これらがすべて。 コントロール不能になってそれらがメルトダウンしそして放射性物質を大気中や海水中に放出した時にどれだけの量の放射性物質が外に出ていくのかチェルノブイリの事故はこれまでの事故では最も大きかったわけですがチェルノブイリ事故は一機の原発事故でありました。 それに比べて、えー、実機の原発があさらには使用済み燃料プールがコントロール不能になった時には、えー、極めて広範囲な地域からの避難が必要になるこのように私自身考えておりました我が国の原子力委員長であった専門家の近藤委員長から最悪の場合は 半径250キロ圏において避難が必要になるそしてその状態は10年単位10年とか20年とか30年単位で避難が必要になる可能性があるまあこういう指摘も当時いただきましたこの250キロ圏の中には東京を含む首都圏も含まれておりましてその中に住んでいる 我が国の国民は約5000万人人口の半分近くに達しますもしこの地域から5,000万人の人々が家を捨てあるいは職場を離れ学校を離れあるいは入院している人たちは病院を離れて避難しなければならないそういう状態になっていればその避難の過程でも多くの犠牲者が出たでありましょうし その後の後日本は国としての機能を長期間にわたって十分果たせないまさにそういう極めて重大な最悪のシナリオが紙一重の状態にあったわけであります。結果としては、そこまででの拡大に至らない段階で 水を原子炉の中に注入して拡大をとどめることができたわけでありますけれどもそれはうまく操作ができたというだけではなくてまさに神のご加護があったとこのように考えておりますこの過程の中で明らかになったのはまず我が国におけるそれまでの原子力政策において例えば 津波に備えて高台に予備の電源を置くといったようなハードの準備もなかったまた本来原発事故の対応の中心になるべき官僚組織当時は経産省の中にある原子力安全保安院がその役目を担っておりましたしかしこの原子力安全保安院のトップは原子力の専門家ではありませんでした つまりは法律を作るあるいは経済的な政策判断をすることの専門家ではありましたけれども事故に対ししてて備えたた。人員配置は全くでできておりませんでしたそういったハード面ソフト面における備えのなさが今回の事故をより大きな事故にしてしまったとこのように見ているところであります。 私はこのような原発事故を体験した上でこれからの我が国あるいは世界のエネルギー政策の中で原子力発電所とどう向き合うべきか考えましたそして私の出した結論は最も安全な原子力発電所というのは原子力発電所を持たないことだつまりは 原発ゼロを実現することこそ最も安全な原子力政策あるいはエネルギー政策だとこのように確信をいたしましたそれは言うまでもありません国土の半分近く人口の半分近くが避難を余儀なくされるような大きなリスクを防ぐそうしたことを考えるととても技術的に解決できる問題ではない さらありますにもっと本質的に言えば核を人類が操作をして生み出したものの中に原子力爆弾いわゆる核兵器と原発原子力発電所があるわけですけれどもこのいずれも人間の存在と共存をすることが極めて難しい技術であり存在であると。 このように確信したからでありますそしてこれからのエネルギー政策を考える時に、えー、我々地球上に住む人類あるいは全ての生物は約45億年の間太陽と共存をしてまいりましたそしてその太陽が地球上におけるほとんどのエネルギーをこれまで供給してくれていました私は これからの地球そして日本のエネルギー政策は再生可能な自然エネルギーを拡大して最終的には原発も使わないさらには化石燃料も必要としない風力や太陽やバイオマスそういった再生可能な自然エネルギーで全てのエネルギーを必要なエネルギーを実現する。 ここれが目指すべき方向だとこのように考えております我が国において、えー、事故発生の後フィードインタリフ固定価格買取制度を導入して現在再生可能エネルギーが特に太陽光風力が爆発的に普及が始まっております。また一方で、えー 原子力発電所の問題は事故だけが怖いわけではありません。えー、原発を稼働させれば必ず使用済み、えー、核燃料いわゆる核廃棄物が生まれます。この処理はまだ安全な処理方法は世界で定まっておりません。特に我が国のように地震の最も世界で多い 地域において安全に長期間核廃棄物を保管することはほとんど不可能であります。さらには原子力が最も安いエネルギー源だとされてきたこの考え方が根本から覆りつつありますもちろんシェールガスといった新たなエネルギー源もありますけれどももともと 再処理あるいは廃棄物そういうものの処理を考えると原発は決して <laughs> 安いエネルギーではないということが誰の目にも明らかになってまいりました世界においても私は経済ベースで成り立つ原発は今後も存在できない存在しないだろうとこのように予測いたしております まだ我が国では原発は安いんだ原発がないと日本経済が順調に進まないんだとこのように考えている専門家やあるいは政治家もまだまだおりますけれどもしかしそうした考え方が間違っているということがこれからよりはっきりとしてくるとこのように考えております。そういった意味で この原子力発電というものはあくまで過渡的な一時的なエネルギーとしてこの地球上に存在したしかしもう次の世紀には存在をしていないまたそうなるべき技術だとこのように考えているところであります。まあ、今日お集まりの皆さんの中でいろいろな議論がなされると思いますけれども。 我が国の福島原発事故、まさに地震津波といった原因と同時にヒューマンエラー人間が備えを怠ったというそういったことがもう一つの要因であったということもぜひご理解をいただいてこれからのエネルギー政策の判断の中で参考にしていただければありがたい。 このように考えております今日は残念ながらニューヨークに訪れることはできませんでしたがこのビデオのメッセージで私の体験あるいは考え方をお伝えをさせていただきました皆さんにお聞きをいただきましてありがとうございます